はい。最終回なるか分かりませんけど、今僕がこうやって撮ってる中で最終回になるかどうかは分かりませんけど、最終回にできるようにいきます。はあ、2回目か3回目かこれで戦うのは。1回はな、最後までいけそうやったんやけど全滅してしまったからな、防御力が圧倒的に足りなかった。今回はさてどうなるでしょうか。まずはラボスの外角の外角、外角の中の外角を倒していきます。緊張するな。今日こそは倒すぞ。お前と戦うのは3戦目だな。こいつがラボス。信じられません。これだろ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 。さあ行くぞ。決戦だ。まず最初にオープンワールド使ってくるからな。オープンブレスト。なんかドラゴンボールの16号やったかな。こういう技せんかったっけな。あーまずいな。いきなり全回復しないといけないからヒールビーム。まだしないよね。大丈夫だよね。オッケー。まずヘイスト。ヘイストで、マールにヘイスト。これで結構安定するはず。で、黒のはシャイニング。どんどんしていく。腕をまず落とさないといけないから、特に右腕。よし、これでヘイストかかった。ロボは何を攻撃していこうかな。まずはシャイニング。早いな、攻撃。ちょっともう一回されるとまずいな。全員 HP マックスにしときたい。ヒールビームしていって、間に合うかどうか。まずはどれくらいのダメージが出るか。2200、この前とあんまり変わらん。修行の成果は見られない。じゃあヘイストで黒のにどんどんシャイニングをさせていく。 MP はもう気にするな。ラストエリクサーも何でもある。ヘイスト、これでかなり速くなったはず。スピードがマックスだとどうなんやろな、変わるんかな。でヒールビーム、もうあと一発しとけば多分全員耐えられるんじゃないかな。マールは魔法防御がめちゃくちゃ高いから大丈夫やと思うけど、金のイヤリングつけてるんでね、MP じゃないや、 HP にはかなり自信があります。999、当然のように999。よし、これで全開かな。全員 HP900 以上あるな。これ十分やろ。アイスバしとこうかな、それとも連携技するか。キーパーレイズしとこうかな、死んでもいいように。1回はしとこうかな。これキーパーレイズは、黒のは何してるんだろう。レイズかな。キーパーレイズ、このパーティーの強みだよな、やっぱりキープアレイズって。ちょっとニューロイの HP が危ういな。ヒールビームもう一回しとこうかな。シャイニングでヒールビームもう一回しとこう。でこいつは何しとこうかな。マールは何しとこうかな。待っといて強力技アイスタックルでもするか。待って、ロボを待っといてアイスタックルでもしよう。まだ腕壊れん。はい、ヒールビーム、オッケー。これで全回復かな。違う、アイスタックル。わーい、いきなりしてきた。まずいぞ。ちょっとここで使うのはなんだから、やっぱりね、黒のが一番食らうね。ロボはなんで食らわんのか分からんけど、黒のがなんで一番食らうんだろう。アイスタックル、その腕が壊れればこっちのものをダーン。よし、オッケー。あとは乱り切りでいいかな。左でも一応壊しとった方がいいのかな。よし、まあシャイニングどんどんしていこう。ロボは一回ケアルガウィンドウしよう。これで全員全回復だ。999回復するからな、全員。シャイニング、左で壊れろ。壊れない。まだ壊れない。あいつ回復するからな、壊しときたいんやけどな、早く。ケアルがウィンドウ。これで全回復。キーパーレイズもかかってるから、今は万全の状態、シャイニング。これやなしえん。腕が1500ぐらい回復するからな。全部を壊さないと本体にダメージ通らんもんね。はい、シャイニング。あ、もう MP なくなった。あれ、ハイエーテルさっき使わんかったっけ。ミドルエーテル使ったかな、俺もしかして。はい、ボン。壊れない。じゃあ、あ、ミドルエーテル使ったらハイエーテルケチってるな。これがね、鬱陶しいんだよね、何気に。で、シャイニング待って。一緒にじゃあ、攻撃するか。スーパーエレキでも使うか。スーパーエレキ。これで。壊れろ!スーパーエレキ!かっこいいな、この2人で攻撃っていうのがまたいいな。2300、これはシャイニングしとったからよかったな。ジャキ、なんだろう、状態異常ではなさそうやけど、攻撃ダメージかな、普通の。あー、結構痛いね。でもまあまあ、あ、違う、やっぱり状態異常攻撃だ。374、かっす。ちょっとじゃあまず万能薬で直さないと。どんどん攻撃してるな。クリティカル出てるのはいいけど、どんどんクリティカルが出てるのはいいけど。じゃあ KR がウィンドウ、そして、乱り切りでいこうかな。乱り切り、またこれ状態異常食らったりせんかな。ケアルがウィンドウ、
めちゃくちゃ回復するのはいいけどテンポ悪いな。効力は抜群やけどすごい時間かかるな。この攻撃、攻撃というか回復。よし乱れ切りいけ。ダメージは通る。両腕がないから頭の腕結局何もなかったんやね。よしもう一回乱れ切り。はい、ロボはマシンガンパンチでもするか。 MP がない。違う、あるね。マシンガンパンチ。さあどうだ、どれぐらい食らう。ロボさん結構攻撃力高いぞ。1200か。やっぱ虹のメガネが強いんやろな。じゃあアイスタックルしようか。アイスタックルで乱れ切り。ロボさんは一人でマシンガンパンチ。あ違う、ロボさんと一緒に連携技やったな。少し前のことも覚えてないとか2200、いいダメージですね。まだいかんかな。乱れ切りで次の時は魔法はダメやから左のやつに。まだやね、左のやつに。あでもそろそろちょっとスーパーアイテム使っとこうかな。万全の状態で次の戦いに挑みたい。ラストエリクサー使ってもいいけどね。まあいいでしょう。じゃあ全員にハイエーテル使う。なんやその技、大丈夫か。ロボ自分にハイエーテル大丈夫、耐えれる。全員にめちゃくちゃダメージを食らって次の、うわ痛いな。どうしようかな。ラストエリクサーまだ使うターンじゃない。まだ大丈夫。ケアルがウィンドウして、ケアルがウィンドウ、はい。魔族魔法でなんだ、乱れ切り。はい、ケアルがウィンドウ。そろそろ多分死ぬはずやからな。もう準備しとかないか。オッケー、全員全開を引く。いけ、乱れ切り、これで倒せ。そしたら万全の状態だ。そう、うまくいくかな。ガキン、どうだ。まだやね。はい、乱れ切り。なんか変な攻撃される前、早く倒すぞ。アイスタックルの準備しとこうかな。バキン、さあどうだ。まだやね、アイスタックル。今何したかわからんかった。ケアルがウィンドウしとる。しくそ。アイスタックルにカーソル合わせとったはずなんやけどな。マールのゲージが溜まったらそっち優先しやがった。よし、じゃあ乱れ切り。今まず乱れ切りしたかな。アイスタックルちゃんとカーソル合わせとかないか。はい、ガキン。はい、どうだ、これでどうだ。おっしゃおっしゃ。よし、次のやつが、これからが本番。まず左のやつに乱れ切りで壊す。興奮してきた。さあクリアできるかどうか。レベルは全員49。レベル的には多分適正だとは思う。装備的にも適正だとは思う。あとは運。この前はめちゃくちゃ強い攻撃オンパレードやったからな。うわー出たな、この宇宙服着てるような、フリーザのような、フリーザのようなドクロ。これがラボスの目的だったのです。星のすべての生き物の遺伝子記録を得て自分自身が進化を遂げるのです。じゃあ私たちはこいつのために生きてたっていうの。戦闘能力値は計測不能。センサーが壊れそうです。ここはニュルイや私たち、リーネやドンや、みんなの星なんだから。私は人間によって作られた命。しかし命は命です。ルッカや他の皆さんと同じ。行くぞみんな、この星の多くの命の一つです。なんかこうやって喋るんやったらニュルイも他のキャラにして喋らせたかったな帰るとかな、多分かっこいいこと言うんやろな。行くぞラボス、これで本当に最終決戦だ。パキン。さあまずは左から壊す。シャイニングはダメやったね。乱れ切りで左から壊す。最初はヘイストしないとな。ヘイスト、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 自分にヘイスト。で、ロボはいつでも回復できるように待機させとってもいいけど。ガキン。まだハイエーテル使わんでいいね。これで1個壊した。天泣き。大丈夫か？あ、結構痛い。ヒールビームしようか。天泣き痛いな。よし、自分にヘイスト。次にクロノにヘイストかけて、キーパーレイズをしたいな、一回。一回死んでもいいように。はい、これで HP を回復。ロボさんも900まで HP を回復させる。 OK。 あとはロボさんは待機させておいてヘイストを入院に使って、よし乱れ切りで防御を解除したから、乱れ切りでロボさんも攻撃しようかな。マシンガンパンチ。これで全員にヘイストがかかった。できればなんかシェルみたいなのがあったらよかったんやけどな。時空転換、この時空転換の意味がね、未だによくわからないんだよね。壊れろ。どうだ。ん、ラボスコア防御力ダウン。ラボスコアどれ、ラボスコアドイツ、ラボスコアこれこいつでいいのかな。あ、間違えた。マシンガンパンチ。
何やこれ、状態異常ダメージだったら大丈夫、誰も食らわん。そっちじゃないんだよ。あ、でもダメージ通るんだ。あいつを倒さないとダメかと思ったんだけど、ギャーって BGM にギャー入れんで。スーパーエーテルを緩いに使う。ドーン、壊れろ。まだかー、早く壊れてくれ。こっちはめちゃくちゃ緊張してんだよ。時空転換、次の技か。これ技がどんどん変更されるのか、魔王やからダークマター飛んでくるかな。じゃあこれでガキーン。あ、そうだ、キーパーレイズしたか。まだ壊れない。よし、キーパーレイズ、よし、できた。一回死んでも大丈夫ぞ、これで。キーパーレイズ、これが決まればちょっと一安心。さあ行くぞ。 HP を2分の1にする。魔性、これがあれかな、このフィールドの特性かな。攻撃がなんかいちいちロマサガ3っぽいな。時代が同じやからしゃあないけど、魔性全部感じやしな。 HP 半分にされた。で、乱れ切り、よし。で、ケアルガウィンドウでもしようか。あ、復活しやがった。あれ復活したらすぐ壊さないかんな。あいつは HP 低いからな。よし、壊れろ。どうだ、これで壊れるか。ジャキーン、まだか。あいつどんだけ HP 高いんだ。ケアルガウィンドウ、よし。キーパーレーズも発動してるし一安心。 HP が満、やっぱ HP が満タンだと安心するな。あとはガンガン攻撃するのみ。 MP は大丈夫か。乱れ切り、まずこっちから攻撃戦と。そしてロボさんは一応保険ちょっと待っとこうかな。ドン、壊れた。よし、 OK、 マシンガンパンチ。でマールはどうしようかな。なんやこの攻撃、最大魔法攻撃、大丈夫か、耐えれるか。大丈夫、耐えれる。ヒアルがでも準備しとこうか。ヒアルで十分か。一番黒のがダメージ食らうから。あー、やっぱめちゃくちゃ食らうな。ロボさんは結構そこそこ耐えれる。あれかな、あの回路で魔法防御がめちゃくちゃ上がったから耐えれるようになったのかな。二類しょぼいな。よし、こっちを攻撃。そしてヒールビームでどんどん回復していこう。時空転換、次なんやろ。あの最大物理攻撃とかいう岩がめちゃくちゃ痛かったから、あれに備えたいな。まだか。ケアル、いや、もうケアルせんでいいね。どうしようか。じゃあ待っとこうか。ケアルがウィンドウで、なんか強い攻撃されたらあれやから、もう攻撃は完全に黒の任せ。よし、ケアルがウィンドウまだせんでいいね。じゃあケアルしとこうか。ロボが HP 減ってるから。ガキン、まだか。ラボスコアの防御力回復、つうことはあいつは防御が高くなったからダメージ効かないから真ん中攻撃すりゃいいんだね。よし、これでとりあえず OK。 じゃあ乱れ切りで真ん中を攻撃。スーパーエーテル、あ、もう防御解除したん。スーパーエーテルで、でマールは待機。マールはいつでも回復できるように待機。よし、 MP 回復。乱れ切り食らえ。いや、間違えたな。攻撃するやつ防御力を解除してるからあっちに攻撃せないかんかった。じゃあケアルガウィンドウ準備しとこう。ケアルガウィンドウ、まだか、まだ来ないのか。乱れ切りこっち。あ、やばい、ちょっとこっちマシンガンパンチで壊してこうかな。あっちをマシンガンパンチで壊してこう。両方の子は早く壊れてくれんかな。マシンガンパンチで壊れるかな。1200ぐらいで使ったため防御力ダウンしている。 OK、 これで壊れないか。壊れないか。スロー大丈夫、食らうかな。あ、やばい、ちょっと待って、ケアルガウィンドウ間に合うか。ケアルガウィンドウ OK、 間に合った。時空転換、よかった。攻撃やったらやばかった。乱れ切りでこいつを壊しとく。ロボの MP が怖いから、ロボの MP も回復しときたいな。ホワイン、全回復。まだキーパーレースは残っている。保険は残ってるぞ。これでコアを1個壊しといたら安心。あとは右のコアが壊れりゃいいんだけど、右のコアがなかなか壊れんな。あいつえらいタフやの。乱れ切り、そしてロボさん余裕があるときにスーパーエーテル、自分に使っておく。 OK、 いいダメージ、防御力はダウンしてる。 OK、 ケアルガウィンドウ準備できてます。あ、違う、乱れ切り、アイカン来た、これだ。ちょっとケアル準備しとこうか。ケアル、誰が一番食らう、マールが一番食らうな。よかった、金のイヤリングつけておいてよかった。今ので死んどったな。でヒールビームでもしとこう。マールさん OK、 防御力が一番高いのはやっぱロボか。チタンアーマーのだけあるな。はい、ジャキン、まだ死なんな。えらい HP あんなあいつ。
本体から攻撃してもあれどっち攻撃したらいいのかわからんな。よし、オッケー、いい回復。乱れ切り。そろそろ黒野の MP もやばいね。でもヒールビームしたきからヒールビームしてマールさんでスーパーアイテル使おう。黒野さんの MP を回復。明活を使ったため防御力がダウンしている。さっきからずっとダウンしてないっけ。よし、これでオッケー。マールさんもそろそろ MP やばいな。しっかり確認しとこう。どっかで命取りになるような行動があるかもしれんからな。防御力回復。じゃあ真ん中攻撃かな。乱れ切り。オッケー。はい。何それ。その張り手どれぐらい食らうの。まあまあ痛いな。ヒールビームがあるから大丈夫。さあ、本体を攻撃していく。よし、本体死んだ。どうだ。え、全部倒さなダメなのか。よし、全員回復。これで結構回復したな。よし、乱れ切り。防御回復。よしよしよし。お前を今のうちにぶっ潰す。じゃん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 。畳みかけるか。もうマシンガンパンチとかするか。オッケー。いや、ここはアイスタックルだ。そして乱れ切り。畳みかける。もう一気にロボさん渾身のアイスタックル2200。おっ、倒した。結構あっけなかったな。最後は全部倒さないとダメだったのか。あー、結構しんどかった。大体のパターンだと真ん中。ええ、ちょっと待って。まさかもう一段階あるとか第4形態があるとかないよな。俺の記憶によると今ので最後のはずなんだけど。なんか重いぞ。これは PS 版だからか、それともこういう演出なのか。重くなかった今。 PS 版だから重いのかよくわからんな。ちょっとフレームレート落ちとったような気がするけどね、処理が。エンディングかな。はあ、しんどかった。めっちゃ緊張した。これで倒せなかったらどうしようって。あ、ニューレイ、ニューレイ、マールが起こしてくれてんのかな。ニューレイ、ニューレイってばって。あ、言わんかった今回は。あ、違うやんけ。なんでおっさんやんけマールどこにやったんや。しかも読めんかったし今文字。お前が開けるんか。執行猶予は終わりだ。正式に刑を執行する。城へ同行しろ。まだあれ続いてんの。もうなくなったって言ったやんけ。なんや、執行猶予終わって刑を執行するって。どういう刑になんの。散々探したよ、ニルイ君。私の娘を引っ張り回して。なんで魔王の音楽や。これ王様やろ普通の。あれ、勝手にすまんのこれ。俺が丸ボタンを押さんだらダメなんや。パパやめて。ニルイは何もしてないわ。ニルイが何もしてないと娘は言っておるが、大臣もそう思うか。いいえ、ニルイたちは国の一大事に関わることをしました。大臣まで何を言うの。話せばわかるわ。私が今まで城を出ていたのには訳があるの。実は未来を救ったのだろう。なんだこれ、エヴァンゲリオンみたいな終わりな方になりそうな気がするぞ。え、あ、なんだ、ハッピーエンドか。未来を救い我々に元気の意味を教えてくれた。なんかちょっと待って、最後拍手で終わりそうな気がするんやけど。これ中世のやつやろ。ほらそうやん。魔王軍を倒してくれた。王国歴600年の世界に再び平和をが訪れた。キーノやん、なんでお前が代表や。俺まだ許してないからな。ニュッたち、恐竜人倒した。どうしたのみんな。ルッカや。ゲートホルダー。ルッカ連れてきたのね。なんでルッカ喋らんの。お前たちが大きな使命を背負っていたこと、歴代のガルディア王家の血を引く者たちが全て話してくださった。中世の王様は本当に偉大やったからな。ガルディアの血ってみんな私の祖先や子孫なの。え、そうなの。え、ドンもキーノもそうなの。みんな繋がってたんだ。うわ、鳥肌立ってきた。平和ボケして自分のことしか考えていなかった自分が情けない。国のため、この星のためを考えなくてはならない時に。戦勝パレードじゃ。世界を救ったヒーローを祝福じゃ。
あ、じゃあ口実で連れてこられたんやね、あの失刑執行猶予とかは。さあ周りを思いっきり千年祭最後の夜を楽しんでこい。千年祭どれだけやってんのあれ、もしかして千年祭始まってから1時間しか経ってないとかいう、そういううちないよね宿で泊まってても1時間しか経ってないとか。あ、ケツ割れくんや。あ、かわいい、たまらんな、踊り子までおるんや。あ、でも回るとめっちゃ密着してんな。さあ未来を救ったニュルイと、無事お城に帰ってきたマールディア王女と、そしてガルディアのますますの発展を願って、 It's a moonlight parade。 あそこルッカのお母さんがおる。あと何やったっけ、ダンテじゃなくて何やったっけな、お父さんもおるっぽいな、少ししか見えてないけど。俺幼女には興味ないんだよね、もうちょっと可愛いキャラが良かったな。パレード、あー猫までおる。あれあれかな、俺が助けてあげた猫ちゃんかな。私の猫ちゃん連れてきてくれてありがとうって。おお、また幼女やんけ、可愛い女の子にしてや。幼女には興味ないぞ。はあ、ボッシュもおるやん、酒まで飲んだくれてんな、タバンやったな、タバン。あーいいな、なんか終わったって感じがするこの音楽。長い物語やった。でも RPG にしては短い方なのかな、ドラクエとかに比べるとやっぱ短い気がする。何周もする必要があるんやろね。あ、これで動けるのかな。お母さん、ララ、こんな素敵な夜を過ごせるなんて、あなたありがとう。あなたありがとうってタバンに言ってんのそれ。あ、ニュルイ君、王様から聞いたわよ、未来を救ったこと。ルッカの幼馴染がそんなすごいことをする人だなんて、なんか自慢しちゃいたい気分だわ。いや、君のあの娘も頑張ってましたけど。あ、これお母さんか、あなたが未来を救ったなんてね、信じられないわ。でもね、お母さんはお前にもっと家にいてほしいよ。俺もおかんこんなこと言ってくれたらな。くそ、猫の面倒を見る人がいなくて大変なんだから。それそういうことねえ、結局猫の面倒を見られる誰でもいいんかい。くそ、王女様綺麗だな。いや、当然君も綺麗だよ。くせえな、とってもファンタスティックこれ話しかけれるかな、外側に行かないと話しかけられんかな、こういうやつらは話しかけられん。パレードのやつ、あ、でも柵があって外に行けないぞ。向こう側のやつは観客なのか。じゃああとボッシュ、あ、なんやろ、もう刀などいらない時代が来たのかもしれないな。刀鍛冶ボッシュとしての役目は終わってしまうが、この星空を見ているとそんなことはどうでもよくなってしまうわい。違うんだな、世界に平和が訪れても人間と人間の戦いが続くんだよな。まだなんやこれ、あ、触ったらなんかあんのかな。ポロロ、お触り禁止、触り放題、特に何もなかった。こういう奴らは話しかけられない。猫ダメだ、奥に行くか。またなんか装置触らないかんとかやめてな。あ、なんだろう、あ、ポロロ、あ、ここに触ったら踊り子が出てくるんや、現実でもあればいいのに。あ、こっちはいけないんだね、ゴンザレスのところはいけないんだ。結局俺なんか記憶上にあるゴンザレスは強化されていくもんやと思っとったんやけど、一回も強化されんかったな、雑魚いゴンザレスのまま。こっちもいけない、中に入れることもない。あとは特にすることはこっちかな。あ、やっぱりなんか装置の方に行かないかんね、ちょっと誘導されてる気がするぞ、怖いな。もう何もないよね、うわー、過去の世界に行かないかんのか。あ、お別れなのか、みんな お見送りしないといけないのか。もうみんなお別れなのよ、みんなそれぞれの時代へ。あー、ロボと離れたくないな、ずっとロボといたいな。いいやんけ別にロボ未来に帰らなくても。ラボスが死にゲートの力が弱っています。どうせ帰る場所なんてないじゃん、ロボプロメテドームで封印されるのかな。プロメテスやしね、ゲートが閉じる前にさやらな、あー、そうか、ゲートが閉じちゃうのか。そんなみんな行っちゃうの。キーノーとエイラは帰っていいよ。ニュ楽しかった、ニュ強かった、あ、違う、ニュ強かった、マーロも強かった、エイラ楽しかった。遠い遠いおじいちゃま、元気な子供を産んでね、じゃないと私が困っちゃうから生まれんもんな。大丈夫、エイラ元気。そうね。って、何それどういうこと。キーのバカ、さ、エイラたち行く。めっちゃ押されていったな、微動だにせんで。じゃない、エイラ、賑やかな連中だな、自分の祖先かもしれないと思うとほっといてもいられないがな。さあ王様、リーネ様がお待ちです、私たちも帰りましょう。あ、リーネは来てなかったんだね。さよなら、帰る。
カエルさん、別れに多くの言葉はいらないさ。そう、言葉とは限らないわ。ああ、チューしてくれるのいいな。よかったわね、王女様のキスで姿が元に戻るっていうのがハッピーエンドの定番よ。ああ、でも魔王倒したのにそういや元の姿に戻らんな、カエル。今から戻るのかな。未来か。ああ、ロボ、くそー、ロボと別れたくねえなー。ルッカ、私も未来で元気にやっていきます。どうしたのルッカ、ロボにお別れは。そりゃ言いづらいわな。やはり気づいてたのですね。何のこと、何が。ロボは廃墟となった未来で生まれたわ。でも私たちがラボスを倒したことによって未来は明るくなるはず。つまり新しい未来では。そうなんだ。じゃあ帰らなくていいじゃん。そんなことはないです。きっと新しい未来でも私は。ロボのバカバカ、悲しい時は素直に悲しむのよ。こっちが余計悲しくなっちゃうじゃない。そんな思いやりの気持ちを教えてくれたのもルッカです。とても感謝しています。涙は似合わないわルッカ。新しい未来でもロボはきっと生まれてくるわ。どうも何も言わずに行っちゃうんだ。さようなら。おっと、オイルでセンサー、アイセンサーが咲かすんだよ。覚えてる？ええ、死ぬ時に見る思い出の話、走馬灯の話か。もうその人は助かったみたいね。うん、私も感じる、その人の息吹を。誰のことなんやろ、星自身なのかなってちょっと思ったんやけど。時間を旅するなんて荷が重すぎるね。シルバードも壊した方が良さそうね。もうみんなと会えなくなるけど。マジか。あ、猫が入っちゃうんじゃこれ。あ、やばくない？これこれ、戻ってきなさい。最後にそういうお家が待ってんの？ほら、ニュルイ、あなたが餌を切らしたもんだからみんな逃げ出しちゃってて、一匹しかおらんやんけ。みんなって何？あ、入っちゃったよ。あ、これジナまで行くんじゃ。あ、ちょっと、これでシルバードを壊すわけにはいかなくなった。ああ、大変ニュルイ、もうゲートは一生開かないわよ。どうする？ああ、シルバード壊せないじゃん。助けに行かないと。そうね、追いかけるしかないわね。どこの時代に行くんだろう。追いかけるってゲートはもう、まさかルッカ、タイムマシーンがあるじゃない。いや、シルバードがあるやろ。おお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 おっと、マルディア様、こんなところに王様がお呼びです。なんだろう、まだ続くのか。ああ、お母さん本当おっちゃこちょいだわ、こんな感動的なシーンで。ま、あ、あれ王様、今のやつかな。通り過ぎちゃった、素通りしちゃったよ。王様、王様、はい、私は嬉しいぞ。もうお前が遠くに行くこともないじゃろうからな。マールディアよ、この日の記念として私からのプレゼントじゃ。あれ、ペンダントじゃなくて何だろう、何をプレゼントしてくれる。え、風船の下に金が、あ、リーネの金か。ほーら、かわいいじゃろ、マールディアの金じゃ、いいねがするぞ。あ、リーネの金だったからマールディアの金っていうのを用意したんだ。リーネの金はどこに行ったんだろう。風船でやるんだね。えらい、なんか、あ、おい、マールや、どこ行った。ほれ、誰か手伝ってくれ、おっちょこちょいだな。ありがとう、でも私じっとしていられないの。王様王様、吊るされたまま王様の威厳が。あ、やっぱシルバードで行ける、シルバードで行くんだ。この空気よ、頭番が来た。王様、間に合いましたぜ。一発ドカンと行きますかい。花火かな。いや、多分悪いが今それどころじゃ。何それ、撃つだけで行けるの。花火が上がった。あー、これでエンディングか。いやー、よかった。
いいゲームだわ、クロノトリガー。特にやっぱロボの話は良かったな。個人的にグッとくるもんがあった。他の話でもやっぱ感動するストーリーがあんのかな。カエルとかルッカとかエイラとか。まさかでもキーノがマールの祖先だとは思わんかったな。ずっと続いとったんやね、あの王家って。こんな場所あったっけ。あ、アトロポスだ。でもこれ現代じゃなくて中世じゃなかったっけ、場所。ああいう場所もできたってことかな、ラボスがいなくなった世界で。あ、キーノとエイラ一緒に飛んでいった。カエルはどうしてるんだろう。あ、修行してんのかな。魔王は死んじゃったからもういないのかな。あ、姿戻るんじゃ今の。いいねと。タバンみたいなのがいっぱいある。タバンもなんか独自のグラフィック用意してくれてよかった。誰だろう、あれ今の誰だろう。今の中世だよね。あれカエルかな今の。でもカエルは髪が赤いはずやけどな。フード着てたけどね。ストーリーが組み込まれてマルチエンディングになって、戦闘バランスも良くて、そして何よりストーリーの話も濃ゆくて、いいゲームだわ本当に。クロノトリガーって、今のゲームを批判するわけじゃないけど、やっぱり解雇中って言われるかもしれんけど、昔のゲームの方がやっぱ面白いかな。地球か。結局誰の夢だったんだろう、それは分かんないのかな。地球自身の夢だったのか、クロノ自身の夢だったのか、想像に任せるって形なのかな。ああ、あそこちょうどマールの家、あ、ルッカの家かな。サウンドエフェクト。あー結局分からなかったな。他のエンディングを見ないと結末は分かんないのかな。ということで終わりましたね。このゲームやってよかったわ本当。それではクロノトリガーはここで終わりですけど、また今後も他のゲームいろいろやっていくので、よかったら見ていってください。はあ、楽しかった。なんかやっぱエンディングって悲しいな。終わりのないゲームがあったらまたそれはそれで面白くないんやろうけど、でもやっぱ終わってほしくないストーリーっていうものがあるよね。じゃあまた次のゲームでお会いしましょう。